も名取さ、なんだかんだ言ってさ、野原ひろし昼飯の流儀めちゃくちゃ好きだから最新刊も買って読んでるんだけどさ、どんどんひろしから離れてんってのもめちゃくちゃいいんですよ。いや、なんか、いやめちゃくちゃ面白いよ、昼飯の流儀めちゃ面白いよ。いや、なんかグルメ漫画めちゃくちゃ好きだからさ、もともとさ、グルメ漫画ってだけでグルメ漫画ってだけでめちゃくちゃ評価が高いんだけど、あれね、インターネットでバカにしてるけど、バカにしてる割には全然普通に面白いからね。あれめちゃくちゃ面白いよ、言うじゃん、みんな好きだと思うよ、本当に普通に読んだらもうヒロシじゃなくていいだろって。いやでもヒロシだからこそ日の目を浴びたというか、みんながこれだけ読むようになったっていうのはありますからね、一つ。いや面白いよ、みんななんか勘違いしてるよ、キャラクターのさ、なんとも言えない表情とかさ、いちいち顔がおもろいって。いや面白いよ、なんかね、いろんなところにご飯食べに行くヒロシが、なんか女の子が一人いるんだけど、その子が毎回ヒロシの食べに来るあのご飯屋さんに、ご飯屋さんでバイトをしてて、でうわあの人また来たみたいな。でもヒロシはそんななんかストーカーしてるつもりないし、普通にご飯食べに行ってるつもりだから、その店員さんの女の子にもうまかったよみたいな感じでアイコンタクト送ったりすると、わあ私のこと好きなんだみたいな。定期的に差し込まれるそのわけのわからない天丼がね、なんかうわ私のことストーカーして私のバイト先にまたご飯食べに来たみたいな感じのね、そういうね、なんか天丼の話もあり、あれすごい面白かったけどな。あれと騙されたと思って最新刊読んでみてほしいんだけど、何なんだろう。だいぶ名取楽しんで読んでるけどね、ニコニコってしながら読んでるけど、逆にそんなに悪いところがわからない。何ヒロシである必要がない以外にさ、なんか反論ある？弁当持たせてもらえないヒロシ。あれ現在なんか7巻かな。いやヒロシである人、いやそんなそう言うじゃん。でもさ、ヒロシじゃないだろうっていう笑いも一つここで起きてくるし、しんちゃんもミサエも声のみの出演ではありますが、まあ、原作ファンからするとちょっと面白くないっていうところはあるかもしれないけど、個人的にあれを単体の一作品として見たらだいぶ面白い、シュールな笑いだと思うんだけど、あれは意識してやってないのかな。だいぶ面白かったですけどね、あとには。